佐々木養魚場さんの訪問動画載せさせていただきましたが、購入したやつをね、動画で載せ忘れてしまいましたんで、佐々木さんで買った動画、魚の動画を載せたいと思います。まあやっぱり欲しい魚がいるとね、買っちゃいますよね。で今回、買ったのがまずこちら、アルビノのキラキラね。よいしょ、変わった鱗をしてますよね、ほんと。そう、こんな感じ、まだ何匹か残ってました。キラキラ、なんか気になっててね、赤目のキラキラがいたっていう話だったんですけど、すぐ売れてしまったということで僕は購入できませんでしたが、まあとりあえずアルミ用のキラキラね、これから大きくなったらどんな感じになるのかなと思うんで、まあ、ちょっと育てていきたいのと、何かにかけていけたらなと思ってます。まずはこれが1匹目ですね、アルビノのキラキラ。そしてさっきのキラキラのアルビノもあれだったんですけど、一番の目的はこの子たちでした。ちょっとプラケが今汚いんでね、あれなんですけど、これ赤目マキンですね。豊田さんの魚です。ずっといてどうしようかと悩んでたんですが、まあ、あと温度差がすごいからちょっとなと思ってたんですけど、まあ、たまたま暖かい日で、まあ、買ってしまおうと思って買って、でだいぶ落ち着いてきましたね。うちで温度にも慣れたのか、とても元気です。まあ和菌なんで強いのかもしれないですよね。最初来た時はちょっとぼーっとしてたんですけど、ちょっとこれ取り直しです。一回もともと取ってたんですけど、まだ状態が上がってないからなと思って、どうしようかなと思ってたんですけど、それだったんで、まあどうせなら取り直したいということで、今取り直しました。さてこの赤目で、パッと見だとあんまり目が赤いのはよくわからないですよね。でちょっと特に逆光になっちゃってるんで今見づらいんですけど、で昔僕中学校の友達、まあ、中学校の時か、塾に通ってて隣の中学校の人だったんですけど、なぜかお正月に家に招待されて、高校サッカーの川口義勝が出そうがいいですね、の高校サッカーだ、中3だな、中3の受験の年の正月過ぎにね、家に呼ばれて、なぜかこたつに入ってそっちの家族と一緒に高校サッカーを見るっていうことがあったんですけど、その当時のその友達、塾の友達の家にね、金魚すくいで作った船尾の和金が2匹、あれは45センチよりちっちゃいかな、45センチかなぐらいの水槽に入ってたんですけど、まあ、よく見ると、まあ、その時からまあ金魚は好きだったんでね、でアルビノも、まあ、熱帯魚とかいろいろ飼ってたんで好きだったん で当時アルビノの生き物ってそんなにいなかったんで、まあ、飼えるのはね、本当に普及してるものぐらいだったんですよね。で見たらもう目が明らかに普通の黒目じゃないんですよね。これ絶対アルビノだって当時思ったんですけど、まあ、今でいう赤目だったんでしょうね。金魚すくいの金魚の中にもおそらくね、まあ、何万分の1とかの確率で混ざってる中のその1匹がたまたま友達ん家にいたっていう、まあ、奇跡的なお話なんですけど、 その頃からね、欲しいな、あれをもし譲ってくれって言えればなと思ったんですけど、当時中学生の僕は特にシャイで、まあ向こうの親御さんにそんなことを言うことは 100% できなかったですね。今だったら言えちゃうかもしれないんですけど、当時の中学生の僕では言うことは不可能でした。でもあれは15歳の時は27年前ですから、まあもう生きてないですよね。だ本当そういう魚をね、もし見つけられたら本当はラッキーなことなんでね、繁殖とかにつなげられると一番良かったんでしょうけど、ただまあね、他の方がしっかりこういう魚を見つけて類大飼育して、今ね赤目ってかなりいろんな種類出てきてるんで、僕がやってた15年前ぐらいは赤目は結構貴重でしたからね。赤目アルビノはいいやつはかなり高くて手が出なかったんですよ。こんなポンと買おうって思える気になってはいなかったですね。そうなので赤目すごい思い入れがありまして、ね、普通の和金に見えるじゃんっていう人もいるかもしれないですけど、そんなことはないです。僕はこれは大好きです。
この赤みちょっと変わってるのがなんか色がねちょっと茶色っぽい感じなんですよね。分かってもらえるかどうかなんとも言えないんですけど、で目も赤いだけどよく見ないと赤さが分からないので、これもしかすると成長するにしたらだいぶ変わってくるのかもしれないですね。佐々木さんもあの豊田さんの赤みはちょっと違うんですよねって話をしてたんで、何かしら要因があるのかもしれないです。今はもう、ね、餌をバンバン食べて、まだちょっと来てからそんな咲かないんで本当はそんなに餌バンバンやっちゃいけないんですけど、あまりの元気の差にちょっとやってみたら餌くれがすごくなってしまったので、今は、まあ、他の金魚に比べれば全然少ない量ですけどちょっとずつあげてます、ね、いずれは和金水槽をね作っていろいろちょっと和金系がいるんでそこに入れたいんですけど、アルビノも赤目も作りたい、悩ましいってことですね。というような感じで、まずあのこれが佐々木さん言った一番の目的ですね。もう 3回行ったんですけど、一番最初の時からどうしようと思ってずっと悩み続けてて、結局3回目で買ったんで、もっと早く買っておけば、ね、今頃もっと調子もね上がってるというか、まあ、寒いところから暖かいところで馴染んでたんでしょうね。だからまあでもそこを悩みながらね、買おうかな買わないかなっていう楽しみもね、趣味っていうの中ではあると思います。なのでね、うちに赤目の和金が仲間入りしました。さて、あともう一個、今度魚じゃないんですけどね、こちらですね、グリーンエフゴールド。お正月、年末からお正月にかけて欠品がすごかったみたいで、僕は行きつけの金台さんで連絡してみたんですけど、なんか最近全然入ってきてないって話で、豊野さんにまで電話してね、僕メーカーなんで特権なんですけど、どういう状況ですかって聞いてみたんですけど、なかなか入ったり入ってこなかったりでちょっと状況が読めないっていうことでした。なんでまあそしたらたまたまね、佐々木さんに行ったらね、数がいっぱいありましたんで、あ、じゃあとりあえず1個買っておこうと思って買っておきました。まあ数いっぱいあったんですが、まあそれが先週末の話なんで、今ちょっとどうなってるかわからないですけど、まあ、欲しい方とかいたらね、問い合わせてみてください。まあ、他のお店でもちょいちょい最近見かけるようになってきたんで、おそらく一旦入ったのかもしれないですね。今後の状況とかちょっと僕も全然わからないんで、日動さんの方からそういう話はね、僕前日動さん友達いたんですけど辞めちゃったんでね、そう、その子がいればもうちょっと詳しく聞けたんですけどっていう感じです。なのでね、グリーンエフゴールド僕が買ってね、一応薬湯するときに、皮膚病みたいなのが出るときに、あとオグサレたまに出ちゃうんでね、どうしても使わないといけないなっていうときは使ってます。あとは明らかにこいつはちょっとっていうところには最初に入れちゃいますね。なので薬、ね、金魚やってる上で塩と薬大事です。で塩はね、ちょっととあるところで大量に買ったんで、それは今すごい量があるんで、ちょっと後日まあ、ご紹介したいと思います。まあ、あんまりうちは塩使ってないんですけどね、魚の状態自体はいいんですけど、まあ、新しく入った魚だったりちょっと調子崩しちゃった魚には使ったりはしています。この3つが、佐々木さんで、購入したものですね。キラキラのね、コメットアルビノキラキラコメット赤目三つ尾脇で、ね、まあ、どんだけねアルビノだったりキラ赤目だったり色変わりが好きなんだって話なんですけどね、金魚自体色変わりなんですけど、それよりもさらにね色が変わっていくものが好きっていう、まあ、アルビノが好きなんですよね、もうどの動物でも。がこんな感じでアルビノのヒジリガメ、今カメはアルビノはこいつと草ガメなんです。草ガメはなんかね骨化してきちゃったんであんま綺麗じゃなくなっちゃったんですけどね。ということで僕はガキの頃からアルビノの生き物にすごい興味があるので、どうしてもアルビノっていうとね、ああ欲しいってなっちゃうんですよね。いろいろ失敗したこともありますが、そうなのでアルビノは僕にとって特別な生き物です。ということでね、今回のお迎えとそのアルビノの思いっていうのをちょっと語らせていただきました。お店紹介の動画ね、皆さんたくさん見てくれてありがとうございます。またねちょっと面白いお店だったり探してお店の方にお願いして撮らせてもらうようにしますんで、なるべく頑張ってねたくさん更新上げていきますんで、よろしくお願いします。今日もありがとうございました。